予備自衛官補、予備自衛官補、予備自衛官補、リザーブキャンディデートとは、陸上自衛隊及び海上自衛隊において採用している官職である。一般国民により公募され、教育訓練終了後は、非常勤公務員の予備自衛官となり、有事、訓練等の際は招集され、陸上自衛隊における各任務につく。RC の略称は、貴重のデザインにもなっている。 自衛隊勤務未経験の一般国民を対象に公募され、試験を経て採用される。身分は、非常勤の防衛省職員、特別職国家公務員、自衛隊員であり、防衛省職員の定員外の扱いである。所定の教育訓練を終了した後、予備自衛官に任官する。なお、予備自衛官法を経て、予備自衛官になった者は、公募予備自衛官といい、 自衛官退職者たる競技の予備自衛官とは区別される。教育訓練招集に応召する義務のみを有し、教育訓練招集手当がある。予備自衛官補制度は平成13年2001年に創設され、平成14年度2002年度から陸上自衛隊で採用されている。予備自衛官補には階級が存在せず、その官職名をもって称される。ただし、 予備自衛官任官後は、技能試験による任用であれば、それぞれの領域において定められた、階級、一般の予備自衛官としての任用であれば、予備二等陸士の階級に指定される、予備自衛官任用後の職種、階級については、公募予備自衛官の交三章ちなみに任官後については、勤務成績により昇進の機会がある。この制度の目的は、一般国民が、 自衛隊に接して理解を深める機会を設け予備自衛官への門戸を広く開放すること及び優れた専門技能を持つ民間人の力を防衛力に組み込むことにある。また最近では一般大学に通う幹部候補生学校を目指す学生が来たる自衛官生活への適応、順置や指揮工場などのために志願するケースが目立っている。予備自衛官補には一般公募と 技能公募があり、それぞれ筆記試験、工術試験、適正検査、身体検査が課せられる。18歳以上34歳未満で自衛官であった期間が1年未満、未経験含むの者が受験でき、3年間で合計50日の教育訓練に出頭し、終了後に予備自衛官に任用される。陸上自衛隊では、任用後は、 広報地域での警備要員等になるため、現職自衛官の新隊員教育とほぼ同じ、教育課程を終了する必要がある。具体的には、基本教練、隊列行進や敬礼などから始まり、保障、接工、野戦追記、長距離行進、武器の分解結合、戦闘訓練、射撃訓練等が行われる。現職新隊員教育より、訓練期間が短いため、 体力連成は各自が招集期間以外に自主的に行うことが推奨されている。陸上自衛隊における技能公募予備自衛官補は語学、医療、車両整備等の専門技術者たる予備自衛官になることを目的とする。18歳以上で自衛官であった期間が1年未満、未経験含むかつ、所定の資格に応じ53から55歳未満。過表参照。 平成25年度より弁護士、司法書士、法務、臨床心理士、衛生校が追加されている。訓練日数は2年間で合計10日である。訓練内容は一般公募に比べて少ないが、基本教練から射撃まで最低限必要なことは一通り行われる。平成28年より海上自衛隊でも予備自衛官補の技能公募での採用を開始している。 対象は国家会議士資格保有者である。予備自衛官補の教育訓練は一般公募、陸上自衛隊のみが50日間3年以内、技能公募、陸上自衛隊及び海上自衛隊が10日間2年以内となっており、これらはタイプと呼ばれる連続5日間の訓練過程に細分化されている陸上自衛隊の場合、予備自衛官及び 即応予備自衛官の訓練招集とは異なり5日間の教育訓練には分割出頭は認められおらず、体調不良や本業の都合などで途中入りたした場合は、原則として同一タイプの訓練に改めて5日間連続出頭する必要がある。第1段階の CD タイプ、第2段階 E、H タイプは順番に関係なく、履修可能。また、 教育訓練部隊及び教育訓練場所は各方面隊ごとに下記の部隊、駐屯地と決められている。例えば東部方面隊管内在住であれば、新潟県在住であっても神奈川県の竹山駐屯地で教育訓練を受けることになる。また、海上自衛隊の場合、教育訓練部隊及び教育訓練場所は下記の通りである。予備自衛官補は、 自衛隊法第53条及び自衛隊法、施行規則第41条の3に則り、入隊時に以下のような文章の記された先生文に署名なついをすることが義務付けられている。防衛省内に設置された防衛力の人的側面についての抜本的改革に関する検討会が平成19年2007年に同省に提出した。 防衛力の人的側面についての抜本的改革報告書では今後の検討課題として特に医療、語学、情報通信など特殊技能を有するものについては予備自衛官補制度の海上自衛隊、航空自衛隊への導入も検討する方針を示し2016年平成28年により海上自衛隊で国家会議士資格の保有者を対象とした 技能公募での予備自衛官補の採用を開始したが、全日本会員組合の事実上民間人の徴用にあたる。という反対の影響か合格者はわずか一人であった。しかし、2018年平成30年度は約20名の募集が行われている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。